吉田さん、こんなことないですか？近所の飲食店とか、なんかお店がね、いつの間にか潰れてて、ああ、なんだ、店潰れちゃったな、残念だな、っていうふうにつぶやくこと。これなんで店が潰れたのかって考えてみれば単純で、ああ、店が潰れちゃった、残念だな、っていう人がその店使わないからですよね。もしくは使ってても、しょぼい買い物しかしないからじゃないかなと思うんですよ。だから本当に店が潰れて残念だなと思うんだったら、潰れる前になんでね、そこで、条例にならなかったのかなと。そこでバンバンお金使えば潰れなかったんじゃないかなと思うんですよ。まあ極論のようですけども、柔らかく言っても同じなんですよね。でこれ何が言いたいかというと、前回ね、もう無傷で成功ができないっていうことを吉田さんが柔らかく伝えてくださったのと、人生生きてる時にね、必ず嫌なことがあるよっていうことだと思うんですけども、なんでこの嫌なことがついてもあるのか、世の中はなんで不平等なのかってことなんですよ。なんで不平等が起きると思います？それは取りも直さずですね、私たちが選んでるからなんですよ。目の前にあるもの、価格とか質に関係なく何でもいいよっていうふうに平等に物を買ったり、平等に人と付き合ってたら多分平等なんですよ。でもこっちよりもこっちがいいなと思って選んでるから、選ばれなかったものがあぶれていって、それが不平等だって叫び出すんですよね。で逆に私たちは誰かに選ばれて、誰かに選ばれないんですよ。選ばれた時はいいけども、選ばれなかった時に不平等だって叫ぶんですよね。だからそもそもみんなでこれやっちゃってるんですよ。でちょっとね、ひどい例になりますけども、余裕がある人、お金がある人って何でも OK なんですよね。高いもんでも安いもんでも気に入ったら買うわよとかね、気に入ったら値段とかじゃなくって人と付き合うわよって感じですよね。で金銭的な余裕がないと吟味して吟味して選んで選んで、で結構誰か追い詰めてるのかなと思うんですよ。高いものは買わないとかね、例えば1個お弁当があったとしても、同じものでもこっちの店は2割引き、こっちの店は定価だったら2割引きで買っちゃうんですよね、きっとね。であとは値引きを要求したりね、ちょっと負けてよみたいなのがありますけども、まあコミュニケーションの中で値引きを要求するってのは悪いことではないんですけども、とにかくね、安くないと買わないとか、ただだったら働かないみたいな考え方だと、もっともっと不平等が増長しちゃうんじゃないかなということも言えるんですよね。まあだからといって手当たり次第に何でもかんでも無差別に手に入れるとかね、無差別に人と付き合うとかってことはなかなか難しいと思います。でも現実、私たちは商品を選んだり、価格で選んだり、質で選んだり、人も選びますよね。ね、やっぱり人を選びますよね。この人は付き合うけど、この人は付き合わないと。あとなんかね、やっぱこう男女関係も必ずあぶれるじゃないですか。まあ基本的には一夫多妻制が日本にはないんで、一人の人が一人の人を選ぶと、あとは残りの人は選べないってことになります。やっぱ二股とかになっちゃいますからね。そういうタブーがきっと今の人余り世の中を作ってるのかなとかね。だってやっぱね、男性は男性で女性選ぶし、女性は女性で男性選びますよね。相当吟味しますよね。特にお付き合いする人とか結婚相手になったらむちゃくちゃ選ぶじゃないですか。で選んだら選ばれない人が大量に生まれるんですよ。で選ばれなかった、いわゆる落選した人同士でまたね、選び合うみたいなことがもう日々行われてるのは、これね、どう言い換えてもこの事実は変わんないんですよね。そしたら不平等ですよね。なんであいつと付き合って俺と付き合わないんだってなるじゃないですか。じゃあここに不満を持つのか、それともそういうもんだ、競争だと割り切って自分はもっともっとね、人を出し抜くっていうか、優れた人間になっていこうとするのか、それは商売においても恋愛においても人生においてもそうですけども。でそこでね、やっぱ世の中は不平等だって言って、で部屋に閉じこもってね、ふてくされていても何にも始まらないんですよね。で世の中にはきっとね、詐欺もあるし、失敗もあるし、騙しもあったり、地味猛狼なんですよ。後ろから撃たれることもあるんですよね。よく裏切られたって言いますけども、信じるから裏切られるんですよね。信頼の向こうにしか詐欺はないんで。そう考えたら、信頼するってことは丸投げ、自分のね、人生を丸投げしても惜しくないと思う人に信頼を傾けるのか、それとも信頼して全部、持ってかれてもそういうもんだと思ってね、割り切れないとやってらんないですよね。だからいちいちね、なんかで詐欺商材とか言いますけども、詐欺商材にするかどうかはあなた次第ということなんじゃないかなと。さあここでまた出てきます、話題が、マトリックスアフィリエイト。突き言うんですよ。マトリックスアフィリエイトで詐欺られたって言って金返せよって言っても誰も返してくれないんで、じゃあそれを利用して稼ごうかなというふうなね、こすやつがいるんですよね。それがあなたの目の前にいるこの人です。詐欺られたら詐欺られたことをちゃんと使ってね、ずっとアクセス稼ぎまくって結局取り戻すみたいなね。で、おまけに、吉谷さんに、今日はおごりますって言われたら、あ、みんなアイス食いましょうとか言ってね、アイス食ってるというね。
で会計10万円ごちそうさまでした。あと10回おごってもらいます。いってらっしゃい。